極秘入院のンズを苦しめる元の子供発言世界のどこかに置いてこられる。東でコンフィデンスマン JP 第4弾でパワーアップか2024年6月東でまさひろの事件簿。エンタメ情報から生活に直結するライフ記事まで日常の中でピンとくるちょっと気になるニュースにズバと切り込む本サイト。今回は 2024年6月配信の人気記事をプレイバック。東出雅宏の事件簿を振り返り。任100億円映画、コンフィデンスマン JP の第4弾は来年始動へ、東出雅宏の、首、話でも山男かは必死か。俳優の山市、たともひさ、39と長沢まさみ、36がダブル主演を務めた2007年4月クール放送のドラマ、 プロポーズ大作戦、フジテレビ系が5月に再放送された。山下主演のドラマ、ブルーモーメント、フジテレビ系が4月24日にスタートしたことに合わせ、フジテレビでは5級、私に恋したお坊さん15年10月、ブザービート、崖っぷちのヒーロー、09年7月と、山下が過去に主演したドラマを再放送。プロポーズ大作戦を見た視聴者からは、 やはりプロポーズ大作戦の長沢まさみに勝てるやつおらんな。プロポーズ大作戦懐かしいなと長沢まさみえぐい可愛いな。え、プロポーズ大作戦の山 P かっこいいって言ってたけど、長沢まさみも可愛すぎない。といったコメントが X、旧ツイッターに寄せられた。改めて長沢さんの美貌に注目が集まりましたが、彼女のキャリアを代表する作品といえば、 コンフィデンスマン JP が浮かびますよね。そして、そのコンフィデンスマン JP の続編の話が聞こえてきています。制作会社関係者。コンフィデンスマン JP は、長沢演じるダー子、東出正宏、36演じるボクちゃん、小日向文夫、70演じるリチャードという3人の信用詐欺師、コンフィデンスマンが、金融業界、医療現場、 不動産など様々な業界を舞台に、悪人たちから金を騙し取る痛快コメディ作品。2018年4月クールに月ツ級ドラマとして放送され、その後はシリーズ化。映画第1弾、ロマンス編19年5月の興行収入は29.7億円。第2弾、プリンセス編20年7月はそれを上回る38.4億円。第3弾、 au 編22年1月も28.9億円と大ヒットを記録。教習の合計は97億円と100億円に迫ろうとしている。コンフィデンスマン JP の劇場版散策は立派な数字を残しています。プリンセス編と au 編は座席制限などもあったコロナ禍での数字ですから、通常時ならもっと数字を伸ばしたかもしれません。 主要登場人物だった三浦春馬さん、去年30と竹内優子さん、去年40が亡くなるという辛い状況にも直面しましたが、22年1月に英雄編が公開。そして、さらなる続編も予定されています。制作を手掛けるフジテレビはテレビ事業が絶不調ですから、ドル箱コンテンツのコンフィデンスマン JP シリーズは絶対に終わらせたくないでしょう。 あとは俳優陣のスケジュールと気持ち次第ということになりますが、調整がどうやらつく方向だと言いますね。今後、話がうまく進めば撮影は来年、公開は2026年になりそうだと言いますよ。前室の制作会社関係者。ロマンス編は香港で、プリンセス編はマレーシアのランカウイ島で撮影が行われた。 英雄編はマルタ共和国のマルタ島が舞台となったが、コロナ禍の影響で俳優の出演シーンは和歌山県のテーマパーク、ポルトヨーロッパなどで撮影されたという。以前から主演の長沢さんはハワイでの撮影を希望していると言いますが、他のキャストのスケジュールの都合もありますからね。出番の多い長沢さんはずっとハワイに滞在できるでしょうが、 他のキャストは日本とハワイを行き来する必要も出てくる。ですので、長沢さん以外のキャスト人は、国内の撮影でいいと思っているとも聞こえてきていますね。英雄編は和歌山での撮影でしたが、テーマパークと CG でマルタ島に見せることができたわけですから、制作人も国内でも十分撮影できるという自信もついたようです。全土コンフィデンスマン JP の出演者をめぐっては、 2019年10月に小手深夜50の不倫が報じられたほか、東でも20年1月にカラタエリカ26との3年にわたる不倫関係が明らかになり、案38と離婚に至っている。東出さんの不倫報道から約半年後の20年7月にプリンセス編が公開されましたが、東出さんには批判が殺到してしまいました。 アンズさんとの離婚に至っただ不倫の影響はあまりも大きく、英雄編の番宣の際には長沢さんサイドから宣伝活動での東出さんとのツーショットだけはやめてほしいという要望も出たと言いますからね。そうした話もあったので、第4弾への東出さんの出演はないのではという声も一部ではあった。しかし、やはり、コンフィデンスマン JP は長沢さん、東出さん、 小なたさん三人の作品ということで、第四弾も続投すると言いますね。前室の制作会社関係者。不倫騒動後、東出が北関東の山奥で狩猟生活を送っていることも明らかになり、大きな話題を呼んだ。東出さんは、ガチンコの山小屋生活が大やけになってから、一気に復活してきた感がありますよね。 千鳥のネットフリックスオリジナル番組トークサバイバーへの出演、世界の果てに、広ゆき置いてきたアベマンでは、広ゆき氏47と共に、アフリカ大陸のナミブ砂漠に置き去りに。さらに、5月18日からは、世界の果てに、東出正広置いてきたアベマもスタート。今度は南米エクアドルに東出さんが置き去りにされるなど、いじられキャラも定着しつつあります。 コンフィデンスマン JP はコメディーですし、脚本を手掛けるのは超売れっ子の小沢良太氏50。遊び心満載の方ですから、東出さんが実際の生活そのままの山男スタイルで登場したりなどの仕掛けを放ってくるのではとささやかれていますね。僕ちゃんの本拠地が山小屋になったり、世界のどこかに置いて来られたり、もあり得るのかもしれません。東出さんは、 先には主演映画ウィニー二十2 3年3月公開で日本映画非評価対象の主演団優勝を獲得するなど本業での評価も上がっています。コンフィデンスマン JP の劇場版4作目では進化したボクちゃんを見せてくれるのではないでしょうか。全土現在も変わることなく第一線で活躍を続ける長さはビバンと t TBSK や ビリーブ君にかける橋、テレビ、朝日系などの話題作に引っ張りだこの小日向。不倫と離婚と山小屋生活を経てパワーアップを遂げた東で。三人が縦横無人に活躍するコンフィデンスマン JP の劇場版第4弾も話題作になるのは間違いなさそうだ。2024年6月2日公開、6月7日、主演映画、隠し事が公開された女優、今日、 38が極秘入院していた。アンズさんは3人の子供たちと2年前からパリに移住していますが、映画の宣伝活動のため一時帰国中。3月に帰国した際に受診した結果を受け、5月下旬に都内の病院に入院したといいます。短期の検査入院とは言われていますが、女性誌編集者。